超上級の炎王のフルオート討伐に挑戦。今回は反射部隊で。あいつらが放火魔、成敗だ。やはり敵が。のんびり眺めているだけ。敵については前回話したのでしょうや。今回言いたいことは二つだけ。希望4とお嬢様は強い。そして可愛い。そこに注目しながら、のんびりお楽しみください。私はもう絶対に負けるわけにはいく。燃えろ。ちょっと俺。いただきですわ。私はもう絶対に負けるわけにはいかん。燃えろ。ちょっと俺。私はもう絶対に負けるわけにはいかん。燃えろ。おどきなさい。燃えた。ちょっと俺。私はもう絶対に負けるわけにはいかん。燃えろ。ちょっと俺。おどきなさい。ひとっ。私はもう絶対に負けるわけにはいかん。燃えろ。ちょっと俺。おどきなさい。ひとっ。ちょっと俺。いただきですわ。私はもう絶対に負けるわけにはいかん。燃えろ。おどきなさい。ほら。ちょっと俺。私はもう絶対に負けるわけにはいかん。燃えろ。ちょっと俺。おどきなさい。私はもう絶対に負けるわけにはいかん。燃えろ。ちょっと俺。いただきですわ。この炎王が3分ちょいで撃破。フルオート討伐に成功。いつもとは違う戦い方ができて、とっても楽しかったです。いつかまた試したいですね。それにしてもお嬢様は可愛かった。ご視聴ありがとうございました。のんびり動画を作っていくので、今後もよろしくお願いします。